はいさーいえー、散歩の仕方っていうかあの散歩はすごいあの,全ての人にいいいらしいですねあの散歩をするとやっぱ体が動く分この血液が頭の方に巡りますからもちろんねあの 地方の人とかにもすげえいいらしいですねこう歩くことによって血液がこう頭に行くんで、えー、ただあのまあこれはあみんなに当てはまるかなあのちょっと体重があの多めの方多めの方っていうかこう体重がこうねちょっと標準より重い方 に対してになるんでしょうかね。あのいきなりその標準より体重が重い方が散歩とかしようとすると、あの逆にこう、まあ、私のストレッチの失敗じゃないんですけど、こう足をこう痛めてしまうらしいんですね。足とか膝とかこうその全体重が 体、ウエイトがこう体に足にこうかかってくるんでねあのくるぶしやらいろんなところをこう痛めてしまうお恐れがあるらしくてこう最初はあの体重を支えてくれる自転車みたいなものから始めて足をこう鍛える。 ことから始めた方がいいとかっていうあの話を耳にしました。ふとそれをこう思い出したんで、で足をこうブラ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 イスカなんかに座って足をこうブラ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 させたりとかねあのそういう形でこうあのねいきなり何でもこう やってしまうと散歩はいいよ散歩はいいよっていうことでじゃあということでちょっとね体重がこう標準よりこう重いのにこう歩いてしまうと逆にね膝やら足やらくるぶしやらいろんなところをねこう負担がかかってえ怪我をしてしまうことがあるっていうことを聞きました。まあ,あのね いきなり何でもあれがいいからこれがいいからとかっていうことであのやると怪我をしてしまうことが多々あるって聞いてます。ですからこうあのまずはねこう椅子に座って足をブラブラさせたりとか、えー、体重の標準よりねちょっと大きい方。 年,年配の方がこう散歩はいいからとかって言ってガーって長い距離をこう散歩するんじゃなくてまあね本当にこうね今日はこっちまでとかね今日は1 0ルとか今日は2 0ルとか一日のうちでもねこう分けてこうあの少しずつ少しずつこうやっていくっていうようなのがいいらしいですね。 あのー、最近はね若い人でも地方になられる方がいらっしゃるって聞いてますけど脳にね血液が上がらないとそういうふうな形でなってしまう恐れがあるそうですねですからやっぱりこう体を動かして血液の循環を良くしてこうねあのー、最近ではこう何か考え事をしたり。 するにもいいアイアイディとかね出てててくるっいいうのを聞いてますねですからただ散歩がいい散歩がいいっていう形でねいきなりこう長い距離を歩いてみたりすると逆効果になってしまう恐れがあるっていうことですね。まあ、ですからまあ,あのね自転車をこうこ体重はこう自転車の方に持ってもらって足の運動になる。 あるいはこうね一番簡単なのが座りながらね足をブラブラさせたりして足の筋肉を鍛えながらえそれからこう散歩を楽しんでいただくっていうやり方も、えー、おすすめかなとかってふと思ったんであのその話をねあの以前聞いたことがありましてあの、ね、体の大きい人はいきなりこう散歩も。 あまり良くないらしいよっていう話をふと思い出しまして、えー、廊下にしてみましたということでご視聴どうもありがとうございます一平に平イビルさすがです散歩を楽しみましょう